こっちからやったら意見分からへんで、向こう行って、行ってこい。ああ、まあまあ、行くよ。ああ、そうか。どうも、南翔です。以前に新スポ配信になった大泉緑地に来てます。今日は、あら、コメントが入らない。まあ、緑地公園ということで、まあ、そこへですね、実は、沖縄の、何でしたっけ、セーファウタキに行ったんですね。その時に、なんか急に、その、まあ、まあね、パワースポットみたいなところなんですけど、鍾乳石から滴る水を、受けてるその器があるんですけども、その器の、とこを、あ、こういう風になってるのか言って覗き込んだら、その時にあれやったんですよね、不思議な音がムーンって鳴ったんですよ。それで、それは一体何やったんやろっていう話やったんですね。それをですね、うちの実家でこう母親に話したところ、そういうふうにその水のとこで音が鳴るとこがあるというのを話してたんですよね。と、鳩を追いかけてしまいました。で、まあまあ、そもそもね、大泉緑地自体が、新スポになってるみたいなんですよ。でそこで、まあ、夜にこう歩いて、ここ来て、まあ、新スポットつもやったんですけども、それをですね、僕は今日ちょっと、その同じ場所に来て、で、こう特にその水の音がね、一体何やったんかっていうのを確かめたいなと思って、まあ、場所は違うんですけど、それを、まあ、見に来たっていう、そんな感じなんです。で、今ちょっと母親とちょっとだけ離れましたけども、あ、のりさんどうも。いや、滑りたいないですね、滑りたい。いや、後で酔ってもいいけど、まあ、今日母親と一緒なんで。あ、聞こえてはいない。ジンさんどうも、こんにちは。っていうことで、ひょっとしたら母親も映り込むかもしれないんですけども、そこはちょっと無視しながらですね、一体あの時に鳴った音何やったんかというのを、水がどんな音を立てるのかを聞いてみたい。水の音配信です。緑地公園というテロップになってるけどね、水の音配信です。いやー、うららかな春の一日ですね、今日も。でも明日から天気崩れるって言ってたけどね。ということで、まあ、その場所にこう一歩ずつ近づいてる、もうちょっとで着くっていうとこなんで、まあ、そこをちょっとご紹介しようかなと思います。さあ、水の音は本当になってるんでしょうか。気になるな。なんか結局探偵ナイトスクープみたいになってきましたね、この配信も。あ、花水木。時々入る声は母親の声です。と、母親もちょっと受けてました。あ、ちなみにですね、さっき母親に聞いたばっかりなんですけど、このトイレ、何気ないトイレなんですけども、いくらやったっけ。1,000数百万円で建てるトイレらしくて、で、耐震構造バッチリで、堺市中の建物が全部、倒壊したとしても、このトイレだけは倒壊しないらしいです。というプレミアムトイレです。後でちょっと商用を足してみたいと思います。ふれあいの庭いうところにあるらしいんですよ、その水の音。あ、お母様こんにちはって来てるよ。あら、ほんま。ドライオン、ほんなら誰がこんにちはって言ってる。のりさん。のりさん、あ、のりさんこんにちは。なに、男の人、女の人。
のりさん多分、まあ、性別ちょっとあんまりこう突っ込んで聞いたりしたらあれかなって、うん、でも女の子、うん、これイチゴやね。え、イチゴ。あ、これイチゴなんや、うん、花咲いてるやろ、これイチゴ。ほんまこれイチゴなんや、うん、イチゴで、これがほら、あ、花水木、花水木や。さっきのあれしおれかかってたや。あ、こういうふうに綺麗に咲いたらこんな感じ、こんな木も綺麗やろ。まあな。でこれがハーブな、香りの庭。香りの庭、ハーブ。おお。緑のトンネルですね。俺は通り抜けられないですけどね。おっさんを包み込むだけの穴は開いてないです。あ、確かにいい匂いするな。あ、これちょっと。あ、これオレガノなんや、うん、あ、オレガノってこんなんなんや、うん、あ、危ない、これハチちゃうわ。あ、え、匂いするかなこれ、うん、ちょっと切ったらする。あ、切ったらするか。これはあのアップルミント、アップルミント。あ、ほんまや、うん、あ、アップルミント。ちょっと切らないちょっと分かれへんね。切ったらあかんやろ。うん、あかんけどな。あかんけどなって、あかんやろ。匂い嗅ぐためにはしゃあないしゃあないって。あ、いい匂いするな。これなんやの、これエノコログサみたいなやつやな。いや、かわいいな。これはオレンジミント、さっきのアップルオレン、アップルミント。あ、これオレンジ、オレンジミント、オレンジミント。うそーんって、でも聞こえてないですよねこれね。切ったら、切ったらします。切ったらあかんやん。これそれもこれ配信してるから、こんな切ってるの言うたらあかんで、もうめちゃめちゃあかんやんそれ。あ、オレガノってこんななってんねや。俺めっちゃめっちゃタイで、すいません、もうなんかこの母親が積んでたから、もうこれもうアーカイブ残されへんやん、もう困ったわ。そうか、オレガノちょっともう一回見よう。オレガノってこうなってんねや。あー、なるほどな。なんかプラスみたいな形になって、へえ、綺麗なんやな。なんか母親があちこちでいろいろ喋ってると思うんですけど、気にせんといてください。そう、ハーブ園なんですよね今日。そのハーブ園に水の音が出るいうやつがあって、それをね探索に来てるっていう感じなんですよ。ハーブ園なんか来たらもうひたすらのどかですね。あ、レモンバーム。あ、これはなんとなくわかる。確かにレモンっぽい。いやいや、そうあかんよ、そんな、あかんよ。剪定してる。うん、かなり癒されますね。空気もええし、めっちゃ癒されるなここ。いやー、ええなー。春のね、花がね、なんかこう色鮮やかでもあれなんですよね。やっぱタイのやつと違って、こう、まあ、特に春っていうのがねあるんかもしらんけど、なんかこういじらしい感じがしますね。まあディスってるわけじゃないんですけど、タイのはなんかあでやかなんですけど、ふてぶてしいうか、そんな感じはするんですよね。あ、いよいよ、いよいよ、いよいよ着きますよ、水の音の場所に。いよいよ水金窟。
水琴窟は水が地下に落ちる音を楽しむためのものです。耳を近づけてください。うん、ほう。え、これがそうなん、うん、ただ水ちょろちょろしてるけど。うん、え、あ、ほんまや。これちょっと、どうしたらええねん、これ。ちょっとね、この、ここが、あれなんですよ。水の落ちてるとこなんやけども。あ、リンさんどうも、こんにちは。水琴窟知ってます？知ってるんですか？この、これはでも水が落ちていく音を楽しむ。あ、みんな知ってるやん。じゃあちょっと、音を楽しむためにですね。まあ皆さんご存知かもしれんけど、僕は全然ご存知の五の字もなかったんで、耳近づけてみるんですけども、とりあえずじゃあ反対にしてみてですね。京都のお寺にあった。そうなんすか、みんな知ってるんですね。地下に大きな鐘みたいなのが埋まってて、そこに水が、あ、なるほどなるほど。そういう音やな、確かに。じゃあちょっと音聞こえるかどうか反対にしてみますよ。あのマイクが反対についてるんで。どうですか？音聞こえました？確かにこれは癒される音やな。じゃあこれは水、ちょっとパターンが違うよな、あれと。あ、聞こえてます。じゃあちょっとヒーリングのためにしばらくそうしておきましょうか。で、水の出る量もちょっとなんや。なるほどな。なるほどなるほど。確かに癒される音ですね。この音録音しときたいな。でも雑音一緒に入るか。ねえ、スチールドラマ、あ、確かに確かに似てます似てます。そういうことやったんか。ちょっと求めてるものとは違ったけども、なんかええ水やな、これ。癒されるわ、マジ癒されるわ。これこっから池の方へ水落ちていってるんですよ。これ手でこうやって水つけてみても安心なのがいいですね。あっち行く。あれに音階つけたら確かにスチールドラムですよね。あ、ここで、あ、これ手水になってんの。なるほどね。めっちゃ癒しの場や。今日は何県？いや、あの、俺もそんな、あの、全国巡る旅やってるのと違うからね。あの、大阪府堺市です、今日。夏の時期になったら夏の花いっぱい。ああ、これがね、向こうがね。今枯れてるけど。うん。あ、カモかな。ねえ。ということで、ほんまはね、そんなね、毎日毎日、あの、全国温泉巡る旅とか、まあ、温泉ってポロッと口から出たけど、温泉行きたいなぁ。温泉行って癒された。旅はね、旅は残念ながらできてないですね。まあ、あの、近所の緑地公園です。でそこでね、聞こえてません。あ、そうか、神様。そう、そうやな。それ聞こえてないよな。ミュート状態なんですよね、多分ね、陣さんね。そう、まだね、旅はだからまた沖縄戻りなんですけどね。15日に沖縄戻って16日1泊2日だけまた沖縄でということで、その時に、まあ、ちょっとトゥクトゥクでも乗って
トゥクトゥク以外何も予定決まってないんですけどね。今日はいつもの川じゃない。あ、道頓堀のね。そう。あ、もう道頓堀ばっかり行ってたね、今回ね。今日はね、ちょっと近所でまったり、もうちょっと、都会出てきてこう、エネルギーバンバンもらってたんですけどね、ちょっともらいすぎて、過充電になってしまったんでね、ちょっと放電、今日放電日です。そうかそうか。でもね、まあ確かにね、いつもと映ってる風景がね、まあまず全然違いますもんね。確かに確かに。それそうやな。まあまあ、ほんまはね、水から出る音というのをね、どんな音なんかで確かめようと思って来たんですけども、ちょっとタイプが全く違いました。木の道。こういう道歩くのもいいな。後でちょっと寄ろうかな。ふわふわやな、あれな。あ、カモが。カモ、カモ、カモン。また親父ギャグ言うてもだ。もんなばっかりやな、この配信。今のは超親父ギャグすぎて誰も何もコメントもできへんやろ。ある意味みんなをシーンとさせて、その後聞かせる、それぐらいの配信。そう、母親にはなぜか受けてましたね。やっぱその関西人の同じ地位として何なんですかね。大阪のおばちゃんやってるから、大阪のおばちゃんやってるから、その辺はツボが、あ、そうなんですよ、母親、そう、紹介が遅れました、母親なんですけどね。でもまあ姿は晒さないんですけどね。晒しましょうか。いや、晒さんでええよ。姿晒して、もし、聞かれるな、みんなに、おじいちゃん方から求婚とか来たらどうする？いや、晒しましょうって。いや、晒さないですよ、晒さないです、そんなもん恥ずかしいですよ、そんな。ノリノリ、まあね、ノリノリって、でもそれご自身の名前じゃないですか。ノリちゃんですからね。お、なんや、車、あ、公園の管理の車か。リスナーにおじいちゃんはいないですよね。おじいちゃんはね、まあさすがにね。あ、でも、いやいや、この見てる人にね。でもどうなんですかね、俺の配信ですから、結構ひょっとしたらまあまあなご高齢の方もいらっしゃる時もあるんじゃないかな。あ、ていうかね、あれですね、僕もあんまり、あ、パチパチありがとうございます。興奮か、ほんま言うて、スワン買い替えティバーンが、レオ、ドゥンパイ、ルアイルアイ、レオ、ドゥドークマイ、サバイチャイドアイか。お母様とデート、ああ、まあね、うん。まあまあまあ、そうですね。これコメント難しいな。デートじゃない、ヘボンちゃうわな。まあな。これからの老後についての相談ですよ。もう今十分老後してますや、うん。ええ空やな。あ、二人でお出かけはね、全部デート。まあね、そう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 、そう思ったんで僕もね、まあデートみたいなもんですねっていう、まあね、そういうことですよね。そうですそうですそうです。会話のテンポがね、いやもうね、僕らはもうずっとコナなんですよ。もう家でもずっとコナなんですよ。なんか一つ話しても、別に狙ってるわけじゃないんですよ。狙ってないんですけど、なんかどっかでね、話の終わりはちょっと笑いをね、ついついね、ついつい、介護来た。たまい、なんて、スワイマーカー。こういう、そんに、やいまぐろこ、ぷいんぷちゃいかいこま、らお、
ミドクサクラドワイね。だわトニー、ハイパイだよ。ラオ、ティニーね、ミラッタバンケ、あ、うん、ラッタバンケ、パーシーマイ、パーシードワイじゃない。ラオ、じゃチャイ、チャイティ、チャイタンティ、スワンティニーゴミ、ヨヨね。これじゃなん、リアプロイ、ラオ、スワイドワイ。แล้วบางครั้งเมฆคุยกันด้วยนะเมฆผมนะครับと台語やとめっちゃ普通に喋ってんな。とまあこんなのどかな風景ですよ。同じ新スポで来た場所やとは思われんな。あの時はねだいぶね真っ暗でやっぱりいつ来てもおかしくない状態でしたからね。やっぱ歩いてると暑くなってくるな。うん、なあ今ちょうどつぼみ状態で、うん、あのもいっぱいあって、そうやな、日当たりによって決まるのかな、うん、と僕らもまともな会話もします。これ八重桜やけど終わりやね。八重桜ももう終わりな、季節的には。マジで癒される、マジで。あ、花水木がね、そう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 、花水木どっかでちょっと終わりかけてる花水木みたいなのがあって、あれ満開のあるで言ってたら、やっぱりさっきちょっとね見かけました。やっぱ綺麗ですね花水木も。そしてなぜか早いけど富士が、富士早いっすね。富士もそんな時期、富士って5月ちゃん咲き始めてる、今年早い。ああそうなんや。あ、桜も早くて、そうかそうか、全部早いんや。全部早いわ。富士も咲いてるで。富士は長いこと見てないな、ね、今年少し早いんですね。ああそうなんですか。そしてこちらは杉ですかね、花粉症ばらまいてます。これは松やで。あ、松かや、松やん、全然違う。杉花粉は終わった。杉花粉終わった、ヒノキがもう一度。あ、そうか、ヒノキがな、そうか、時期がそうなってんねんな。ヒノキももうすぐ終わり。太陽のエネルギーもらう、手のひら、手のひらにエネルギーが来るの。あ、手のひらかざしたら結構あったかいもんなんやな。気候の気でやったらこっちの体内に取り入れる。ああなんかヒーリングの世界になってきたね。そう、ここなんかじゃなんていうの、この気のあれない、きっとなんかな。こんにちは、ハトさん、こんにちは。南翔です。バンコクから来ました。あかん、逃げられた。あんま人気ないな、お母様に。ね、いろんな解説がありましたね。影歩こうか。影歩く、ああそうやね。じゃあちょっと手のひらソーラーパワーはそろそろ終わりにして影を歩きましょう。っていうか配信棒を握ってた、配信棒じゃ三脚握ってたせいでえらい汗かいてんな。土の階段を上り、もう階段終わってるな。昨日のとか、マジで爽やかやな。
これもうバンコクでこれやったらもうほんまにあれやからね、 T シャツの色がもうまだらどころかもうほんまに全部変わってるからね、もうこの頃には。ああ自然と一体化ですよ。出てきました、ちょっと高台に木の道、ここ、あ、これ木の道の続きなんやね。マジで癒されますね。皆さんあれですか、お母さん、あ、まあそうなんですよ、こうなんかね、やっぱりね、あのそういうことに関してテレビとかも見てるし、なんか人とも話して聞いてるして、もう大阪のおばちゃんそのものは、その辺も詳しいみたいです。今日爽やかな天気ですね。昨日ちょっと暑気味でしたけども、めっちゃ爽やかですね。皆さんはあれですか、あのこうやって緑地とかこう、あのこういう自然がちょっとあるところへ出かけられたりは結構したりしますか。あ、降りんの。ああ、もう、ああ、中国っぽいから、もう母親が、あの 柳とな、はい、どこの建物、あの建物も押さえて、あれが桜の時ものすごく綺麗なんや。ああ、ここ一帯がね、と母親もうすでにあのもう配信のディレクターかなんかみたいになってきてます。あ、そうですよ、母親、そうです、そうです。けどもまあ昔の話ですけどね、そういうのは。最近はなさそうなんですけどね。まあまあちょっとね、ちょっと違うといえば違うんですけどね、あのでもまあ一般的な意味ではそうやと思ってもらっていいと思いますよ。それも昔はね、今はもう普通ですけど。マジでふかふかしてんなこれ、めっちゃふかふかしてるなあ。絨毯みたいな雰囲気やな。まああのね、昔ね、そのまあ神棚をね、今でも祀ってるんですけども、神棚を祀ってちょっとね不思議なことがあったっていう、まあそういうことなんですけどね。あ、人生多分聞いてないからあれやと思うけど、いや今日はね至って普通です。僕はもうその辺はもう引き出しどんどん作っといて、先に全部引き出しておきました。今はもうすっきりこんな感じですよ。すっきりすっきりですで、聞こえてないやろうけど、ちょっとすいません、今歩きながら母親についていきながら米打ちはちょっと難しい、僕のこの僕ぐらいのスマホの慣れ方やとちょっとしんどいですでもそう想像しながら聞いてもらうのもまた一つの味かもね。まあもしよかったら後で、まあ、ほんまもしよかったらですけど、アーカイブで復習していただいたりすることがあったりすると、そのズレをね見ていただくっていうね、って言っても赤字やな。とりあえず一回じゃあそろそろ切りましょうか。ノリ分かっていただけましたか。ノリがいいです。そうなんですよ、ノリさんもいいですけどね。ノリさんのノリも、ノリさん今こう大阪におる人ということでね、一回ちょっと枠終わってすぐまた始めますということで、じゃあそのまま一回切ってもう一回始めます。またです。